あれ、エリさんではないですか。あら、偶然ね。お一人ですか。ええ、ちょっと買い物にね。ん、変わったスマホストラップですね。すごく大きな猫の尻尾のような。これ変かしら。変ではないですが、エリさんがつけているのは意外です。やっぱりそうよね。実はこれ、今買ったばかりなの。とある占いを読んだら、私の星座は最下位、運気は停滞気味って書かれてるのが目に入っちゃって。ラッキーアイテムは普段つけないようなスマホのストラップなんて言うから。そうでしたか。その占いはよく当たるんですか。それが恐ろしいほどね。のぞみがおすすめするだけのことはあるわ。ちなみにエリさんの星座は。天秤座よ。エリさん、それを買ったお店を教えていただけませんか。もしかして。はい、私も天秤座です。同じなんて嬉しいと言いたいところだけど、今日ばかりはちょっとね。いいわ、案内してあげる。一緒に選びましょう。